か。あ、ちょっと待って、こっち向くない、こっち向くない。流弾のアルデギシカ爆風で、おー、いた、あっほほほ、直撃。俺うまいな。諸君、初心者狩りとは何か。はい、コンテンツ新規参入者の心をへし折るゲスな行為だと思います。しかり、それもまたしんなり。はい、古来より日本の相撲業界に伝わる可愛がりの派生系と思われます。しかり、それも一つの心だろう。だが足りぬのだ。初心者狩り、それは言葉の響きだけ聞けば悪に他ならないが、その内実とはすなわち圧倒的部を相手に知らしめることに他ならない。ハンマ裕次郎が幼少の馬紀をコテンパンにしたように、歴界外世界でゴブリンをヌンチャクにしたように、武とは技、力、速さ、タフネスさの総称であり、それらを示す対象がたまたま初心者だっただけだ。そう、だからこの試合も別に私は初心者を借りたいから買っているのではなく、たまたま遊んでいた車両が低ランクなだけで、同じ戦場に初心者が多かっただけなのだ。そう、だから俺は悪ではない。部を示すんなら何もこのランクじゃなくてもいいだろって意見は。はう、ふん、っちではどれだけ自分を正当化しても結局のところ強い戦車乗って俺強いしたいだけだろ。ぐーの音も出ねえ。でも今回はみんなにこの車両の魅力を伝えたかったってのも事実なんや。公式公認の広告刀兼アイドル兼プレジデントとしては触れなければいけなかったんや。ほん、まあそこまで言うなら。で、今回使ってくこの車両はどんなやつなんだ。おっと、まずはそこの紹介からだね。シハショートガン、正式名称は97式単12センチ自走砲。みんな大好き97式中戦車シハの発展型、シハ界の秘宝を120ミリ榴弾砲へと換装したモデルです。5年前、日本3がこのゲームに実装された時にパック販売された車両です。現在はパック販売は終了していますが、ゲーム内から1000GE で購入できます。太くて短い秘宝の見た目から何とも拭いきれないおもちゃ感を醸しており、なんとなくお隣の戦車ゲームに出てきそうな魔改造戦車っぽいですよね。ただこの戦車については実物の写真がしっかり残っており、実戦経験こそないものの、ファンタジーな戦車ではなく実際に製造された戦車なんだそうです。さて、この動画シリーズでは5年前の実装当時に乗って以来の登場になりますね。特徴はなんといっても 120mm という大口径砲から放たれる破壊力満点の榴弾でしょう。貫通力は 31mm と一見あまり高く見えませんが、肝心なのはこの車両の DR が 1.7 であること。この辺の DR ですとまだ車体正面ですら 30mm 以下の車両も多く、側面に至っては 15mm とかそんなのがほとんど。そんなのに貫通 31mm の榴弾をぶつけるとどうなるでしょうか。つまりそういうことです。さらに以前から他の車両でも触れてるように、現環境では榴弾がものすごく強化されてます。当然この子もその恩恵を受けてる車両の一人で、実装当初から強い車両ではあったんですが、さらに磨きがかかったワンパンマンとかしてます。そんなとんでも火力を持ちながらもリロードは10秒、同格の 37mm 砲とかが3から4秒くらいのリロードなので、それと比べれば遅いですが、大口径榴弾砲を10秒間隔でぶっ破できると考えれば十分な速度です。その他機動性、防御力はベースとなった地破壊と同じ。特に防御力は正面、側面ともに 25mm の傾斜走行で、この辺の車両としては均一に硬い車両、ブローニング程度にはそうそう抜かれないといえば、どれほど優れているのかがよくわかりますね。さて、そんなチハショートガンのぶっ飛び火力、実戦でとくとご覧あれ。しかしあれだ、なんでいきなりこの車両なんだ。もう随分昔の車両だし、目新しさもないと思うんだが。まあ気まぐれっちゃ気まぐれなんだけどさ、先日オリンピックの開催にかこつけて日本応援生放送ってのをやったわけよ。企画の内容が日本3および車両から 8.7 まで全ての車両を使って駆け抜けるってものだったんだけどさ、その中でも当然この車両に乗ったわけなんだけど、その時に久しぶりにこの車両の強さに知りれてね。ぜひこれはもっと多くの人に知ってもらいたいなって。まあその程度の理由だわな。客分は一見にしかず、とりあえずこの試合見てもらえればこの子の魅力がきっと伝わるでしょ。さて、とりあえず A 横まで来たんだが、微妙な要線になってて A の中にいる敵は撃てず。と、そっちの前に同じく A 横から回り込んできてる4号戦車だな。狙いは断面、狙って、ぶっとけ。うっほ、すげえ火力。砲塔正面じゃなく車体正面だったけど、天板ぶち抜いて乗員全員を圧殺か。37mm とかじゃこうはいかないぜ。当たりさえすれば問答無用でワンパン。これが 120mm の威力じゃ。おっと、追加のお客さんだ。らっしゃいらせい、出口はあちらになっております。本当に面白いぐらいワンパンだな。この DR には過剰すぎる火力だぜ。でもそういうの好きだろ。ああ、大好物だ。さて、相変わらず A が敵に取られたまんまだな。一体何が隠れてるのやら。ってあれはイタリアのゴッドファーザー号。さすがに遅いか。これちょっとまずいかも。リロードは間に合わんな。機銃で応戦だ。弾けろシャッチョさん。
着手3撃滅。俺も人のこと言えないが、奇獣で拙者は動いて。やらなきゃこっちが食われてたからな。脅威はどんな手段でも排除しないと。おっと、もう一人お客さんだ。若干味方と被ってるがここは玉座で。うち、今度はしっかり砲塔正面に命中。3号は確か正面そこそこ硬かったはずだからな。しっかり天板抜きできてよかった。さてその他の敵はいるかな。リス方面にちらほらと見えてはいるんだが、この方で狙うにはいささかにが重すぎる。む、あれは確かイタリアの中戦車。よし、こっちも側面はちゃんと抜けるな。 M1340 ですか。よし、これで A の中も一層できたろ。サクッと取り返しちゃいますかね。 A の占領が終わったら向かってくる敵に向かって2弾投げつけるだけのお仕事だな。む、スモークの奥に敵がいたと思ったが、ああ、これか。玉車で車体を狙って。よし、首元に直撃したな。弾速遅い方はこういう時に便利よね。ちょっと静かにしてくれ。左方向からずっとエンジンオンしてるんだよな。しかし敵 A は見えず。忍者がいるな。いい感じに残骸があるからこれをカバーにしておくか。でも、噂をすれば、あれは BT かな。先に気がつかれたか。厄介な。さすがにあの 45mm 砲を正面から受け切れるだけの装甲はないしな。ここはなんとか味方に対処してもらいたいところ。てかここで睨み合ってるとは、いてきた敵が登ってきちゃいそうだから早くなんとかしなきゃ。お、味方ナイス。 BT をやってくれたか。これでようやく周りを警戒できるって言ったそばから早速敵が側面に来てるし、車体ごとフォームケロー。狙って狙って、そこだ。うし、ちょっとギリギリだったけどなんとか命中。 AB41 撃破。むー、あの2号目すばしっこい野郎だ。というかこの方で狙うのがなかなか無理あるんだぜ。だが今度こそ距離は400ちょっと、お願いしまーす。よし、命中。いや、命中ではないけど爆風で車体株ぶち破って撃破。この調子で今度はお前でー、あの辺だと多分600くらいかって。ちょっと待て、思いっきり目の前にいるやん。ここはしっかり身を隠してから直射で。うし、命中。スウェーデンの 38T 撃破。今度こそあいつを。む、ちょっと待て、このエンジン音なんだ。お、あれか、いつの間にそんなところに。あら、同じく大口径榴弾砲の同志こと人さんくんじゃないか。君も大口径榴弾砲の素晴らしさを世に広めようとしているわけだね。だが足りない、君ではその大役は務まらないのだよ。ここは俺たちに任せてさっさとお家に帰りな。うち、命中。人さん撃破。これで横に回ってきたのは一通り片付けたかな。あとはリスから向かってくる敵なんだが、さすがにこの距離はね。お、ようやく近くまで敵がやってきたか。この前に君たちが来てくれるのをずっと待っていたよ。玉車を狙って、この辺だな。フットベー、ドイツ 35T 撃破。あぶね、もう一人は2号か。近距離戦闘のエキスパートが来たようだな。しかしそれも結局のところ車線が通っていればの話。弾速の速いその区間砲でこちらを狙うのは難しかろう。すなわちこの両線を挟んでの打ち合いをしている時点で血のりはこちらにあるということ。活目せよ。そこだ。なんだと。おいおい、マジかよ。こっちの攻撃を受けてまだ立つというのか。どうやらエンジンルームでうまいこと吸ったみたいだな。だが種が分かっていればもはや何も怖くはない。これで決着だ。吹っ飛べー。シャオラー、無効撃破。あれを野放しにしていると大きな被害につながるからな。サクッと潰せてよかった。さて、時間的に多分あの敵が最後かな。当たれば気持ちよく、当たらなければモヤモヤして試合を終えることになるぞ。お、そしてちょうどいい具合に足を止めた。これはチャンス。とりあえず800、これでどうだ。飛び越すか。思ってるよりは近いな。となると700くらいか。狙って狙って、この辺だな。当たれー。近い、少し手前か。となるとほとんど800くらいだよな。800よりも気持ち低いくらい。こんなもんでどうでしょう。狙って狙って、ロック。あ、ちっちょう、爆弾の爆風で思いっきりそれた。あんやろうなんてことを。時間がない。今度こそ距離は800よりも若干下。これがラストチャンス。頼む、当たってくれ。お祈りバッチリ。狙って狙って、当たれー。シャッター。直撃ではなかったけれども、またまた車体底ぶち抜いて4攻撃破。ふう、これで気持ちよく寝れる。てなわけで13キル1占領で勝ちましたー。
いやー、120ミリが刺さりに刺さりましたな。当てた敵のほとんどがワンパン。多少甘い当たり方でも吹っ飛ぶしたまりませんな。大口径榴弾の代名詞たるほどとかに比べれば火力は劣り、格上を相手取るまでの性能は残念ながらありませんか。それでもこの BR においてはあまりに過剰な火力と言わざるを得ず、それでいて152ミリ系と比べると取り回しもいいときたんだからもう最高の車両ですよ。手っ取り早くぶっ飛んだ火力を体験してみたいのであれば、うってつけの車両ですね。パック販売から GE で購入可能な車両に変更されたことで手が出しやすい車両になったのも事実ですし、これから日本ツリーを進めてみようと思ってる人たちは購入を検討してみてもいいかもしれません。それでは本日の動画はここまで。また次回お会いしましょう。ダバ。